これこれいいですか、これ最重要ポイントと言っても過言ではないでね、私のおすすめの醤油はこれなので、おそらくこの SB さんはくわいを入れることでものすごいその辛くせずに出そうとしたんじゃないかなと思うんですけど、それ天才ですね、こう考えついた人。スコイメイです、スコイメイです、スコイメイです、ものすごく大きい声を出せますよ。皆さんどうもこんばんは。尊敬している人物はマイケル富岡コイムです。今日は皆さんにあんまりこうね知名度はないんですけれどもね、比較的手に入りやすくてスーパーで大体売っていて美味しいねものがあるんですよ。それをご紹介したい。でそれを使ったズボラ飯ですね、このすぐとりあえずすぐできて簡単な材料でいけてでうまいと。で今日のはね朝ごはんとかね、私朝ごはん食べない人ですけども、朝ごはんとかにいいんじゃないかなというレシピがございますので、まあ、レシピっていうかね、まあ、いつも通り本当にもう混ぜたりするだけなんですけど、それを皆さんに今日はご紹介したいと思います。で本日使いますのはこれなんですよ。はい、これはですね SB 食品さんのネギ生姜。はい、これちょっと待ってください、そんなになんか美味しそうじゃないなと思ったあなた、ちょっとまたらんかいと、ね、いうことで、これはすごいんですよ。はい、でこれどうやって使うのかと、基本的にはご飯の上に乗せたりして食べるやつなんですけども、これね、のせうまって書いてますけど、卵かけご飯に入れたりするんですが、まあ、今回私がね、お教えするものも、ご飯の上に乗せるのはそうなんですけども、まあ、今言ったようなものをちょっと融合したね、非常にうまいものになってますんで、それをやっていきましょう。教えします。ぜひ最後までご視聴お願いします。それでは、レッツクッキングだバカ野郎。1、2、3。はい、それではですね、作っていきましょうね。いいですよ。ですね、まずはこういう器を用意していただきまして、ここにですね豆腐ですね、これこれぐらいのなんか豆腐売ってるじゃないですかね、わかります、こう本当に一人一人前の冷ややっこ用みたいなこういう豆腐売ってますから、これを本当はねちょっとキッチンペーパーとかで水気を取ってください。今ちょっと撮影の便宜上取りません。これを入れます。ね、いいですか。でこれをですね潰していきますね。これを潰していくんですさね。はい、まあこうね料理するときは何でもそうなんですが、こうイメージしながら、やってください。これをまあご飯にかけます。なのでこのどれぐらい潰したらこうなんかご飯にかけた時に自分の好みに合うかみたいなね、そういうことを想像しながら潰してください。私はだいたいまあこんな感じですかね。でこれをこうねこうご飯にこういけるようにまず準備してでございます。はい、はい、それではですね先ほど作ったものは、置いといてご飯をお茶碗に入れてでございますね。これご飯の量もこれもお好みです、食べたいだけでございます。でそこに先ほど、やりましたこちらですね、これをちょっとこうねキッチンペーパーで水気を取らなかった方は水気を切りながらですねこうご飯をの上にですねこう乗せていきましょうね。いいですよ。ちょっと白の上に白なんでどれぐらい、置いたかが非常に分かりづらいような、こう状況になっております。ご了承くださいませ。でね、まあ、さっきのちっちゃめの豆腐の、まあ、半分ぐらいでいいですかね、まあ、ご飯の量にもよります。これぐらいを乗せます。はい、そしたらですねこちらの、SB さんのネギ生姜、こちらの出番でございます。これをポンス。でね、こういう感じになっておりまして、ちょっとこう沈殿ね、あ、ピントが合わないかな、ちょっとねこう沈殿という感じになってますので、これをとね、油がこぼれまくるという大アクシデントがありましたけれども、気にせずやっていきます。でね、これをこのご飯の上に
まあ、大さじ 1.5 ぐらいでしょうか。はい、もう結構いっちゃいます。こんな感じですね。はい、こんな感じでございますよ。はい、そうしましたらここに、いいですか、これ最重要ポイントと言っても過言ではない、これを忘れると大変、こちらちょっと容器が、皆さんの知ってる容器じゃないと思いますが、これは、味の素ですね、うまみ調味料、これを絶対に忘れずにかけてください。私は味の素をめっちゃ好きなんでめっちゃかけますけど、皆さんはまあ3チャッチャぐらいでいいかもしれませんね。はい、そしたらここにですね、醤油をかけていきます。これもお好みですし、食べながら調整してください。はい、でね、私のおすすめの醤油はこれ、キッコーマンうまみ広がるだし醤油、ぜひこれでやってみてほしいですね。なければ普通のでももちろん OK です。はい、じゃあ次はですね、ここにですね、まあこの辺、まあこれから、こっから乗せていくのはまあ薬味なんで、お好みです。もう彩り程度にみたいな感じでもいいですしね。こんな感じ。ね、ネギですね。それから、これはね、できればあると嬉しいですね。ごまです。で、これ普通のこう、すりごまじゃなくて、いりごまですね、を少しこう手で、潰しながらかけていきます。ここはもう量はお好みです。はい、で最後ですね、刻み海苔をかけていきます。はい、はい、出来上がりました。これまあ毎度ですが、ここに卵黄を落としてもいいですよ。はい、でも卵黄を落とした場合はもうちょっと塩分が欲しくなるんで、醤油の量をもっと多くしてください。はい、いただきます。これこれこれうまっ。うん、うまい。うん、うまい。もうね、朝ごはんとかはもうこれと味噌汁で OK ですよね。最高。で、これはそもそもどういうもんなのかということで、味付けのちょっと構成をご説明しますが、まずまあ生姜ですねと、まあコーン油でクワイっていうね野菜、ご存知でしょうか。シャキッとした食感の野菜なんですけども、それが入ってるんですね。とあとオニオンフレーク、はい、なので玉ねぎのうまみも入ってます。はい、でこのクワイが入ってることにより、すいませんね、ちょっとこうさっきこぼしたんで、このクワイが入ってることによって、普通のネギとか生姜だけで食感を出すにはかなり大きめの生姜だったりを入れなきゃいけないんですが、そうするとかなり辛くなっちゃうじゃないですか。なのでおそらくこの SB さんはクワイを入れることで、その生姜みたいな食感を、ものすごいその辛くせずに出そうとしたんじゃないかなと思うんですけども、それ天才ですね、これ考えついた人。はい、そういう感じです。はい、でまあごま油とネギ香味油と醤油みたいなものが入ってるということなんですよ。はい、でね、こう油分は多いんですけど、正直すごいさっぱりした味わいになってます。はい、でもともとこれね、ちょっともうちょっと食べさせてください。マジで最高。うん、このなんかサイトかなんかな見た時に、冷ややっこの上に乗せて醤油をかけて食べると美味しいよみたいなのを書いてて、それをやったんですよ最初ね。もうそれだけでめちゃくちゃうまくて、でじゃあもうこれご飯に合う味なんですよ。なんでそれをご飯に乗っけて、うん、ちょっとね薬味はね結構厳選したんですよ。鰹節だったりいろいろ
あるんですけど、このねごまと刻みネギ、これが私の中では一番安定したかなということで、これで紹介させてもらいました。で、これはこのメニューはそのこれが足りないなと思ったらこれを後から足せばいいし、醤油が足りないと思ったら醤油を後から足せばいいし、豆腐が足りないと思ったら豆腐を足せばいいんですよ。なのでよくある煮物とかそのもう出来上がっちゃった料理っていうのは、例えばなかなか後からねこう味を足したり引いたりってなかなかできないんですけど、こういう感じのやり方の料理っていうのは、まあ、料理と呼ばないかもしれませんが、非常に失敗しづらいし、非常に自分の好み通りに作りやすいので、こういう感じのものを、今後ともね、今後ともっていうか今後からも、今後も、紹介していけたらなと思います。あとは例えば、まあ、生姜焼きとか焼肉風味のやつとか、その味のね、その黄金比率ってあるんですよ。醤油一体何体何体みたいなね、その比率だけ覚えとけばいろんなものに応用できますよとかね、そういう情報を一人暮らしの方がなんかこう簡単にできるレシピみたいなのないですかっていうお話があったんで、うん、それはぜひお教えしたいなということで、今後ともちょこちょこやっていきますんで、はい、また見に来てください。それではやってみたいな、食べてみたいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。私はこの後ゆっくり食べていくよ。